こんにちは。今日はこちらのダイソーで購入したウールヤーンのマルチカラー、ウール 100% 毛糸段染めっていうのを買いました。カバーコードがこんな感じですね。あ、雪解けですね。こういった感じで表示が書いてあって、で、かぎ針が7号って書いてるので、今回も表示通り7号でやっていこうと思います。で、55メートル入ってますね。それぐらいかな。な感じで、棒針が8号ですね。これで一玉でまたポーチを作っていこうかなと思っています。で、やっぱりこれがね、めちゃめちゃ可愛いんで、このやり方、メリヤス編み風で、いつも通り、丸底でやっていくだけなんですけどね。なんかこの柄がめっちゃ可愛いと思って、なんかこれね、今まで売ってたのか、ちょっと色を変えて出てきているのかもしれないんですけどね。私は買ったことなくって、で、だから買ったことなかったから今まで目につかなかったぐらい、こう好みの糸じゃなかったと思うんですよね。これめっちゃ可愛いと思って、なのでこれ一玉だけ買ってきてみました。めっちゃ可愛くないですか。こういういろんな色を入ってるってね、すごいお得感もあるし、なんかちっちゃなものを作るにもこういろんな色が出てくれるから、なんか得した感じするんですね、私は。で、これもなんかね、すごい特徴がありますね。結構硬めのふわっとした、なんかここにも書かれてますね、空気を編み込んだような柔らかさあって、でもあんまりね、ギシギシしてない感じが、めっちゃ可愛いですよね。これで、円でやっていこうと思うんですね。でもふわっとしたいから、ちょっと1号、ひねくれ者なんで私。今日は1号上げて8号にしようかな、やっぱり。やっていこうと思います。メリヤス編み風はちょっとね、ふんわり編んだ方が、私はやりやすいなって思うので、この中を取っていかなきゃなんでね。やっぱりちょっとふわっとさせたいんですよね。で、やっぱりふわっとして編んだ方が、可愛いなと思ったので、で、輪の中にいつも通り6細編みをしてやっていこうと思います。ふんわりでもね、本当にふんわりふんわりって思いながら編んどかないと、私もね、結構ギュッてなっちゃうんですよね。だからちょっとそういう意味ではこう疲れるかもしれない。1、2、3、4、5、6、もうこの時点でめちゃくちゃ可愛いんですけど、で、グッと引っ張って、で、1、2、3、4、5、6で、ここに針を入れるんですけど、いつものメリヤス編み風で、何ですかね、引き抜きと立ち上がりをしないんで、このまま1個目の V のここありますよね。ここに入れて、で、裏もこうやって、そうですね、ここですね。入れて細編みをしていくだけです。で、これも巻き込んでいきますね。で、ふわっと編んで1個目2個目っていう感じね。で、1個目のこの V の中、1個目、ここにこの V の中を次回ってきた時に取るっていうことを目安にしておいて、こうやって入れていきますね。で、2段目は2個ずつ同じ目、こっちは V の中で、裏はこの V を外すっていうことですね。こう V になってるんですけど、それを右側取ってます。これもね、私 V の中を取っていてたんですけど、コメントでね、この V を外すとまっすぐできますよって教えてくださった方がいられて、それからもずっとね、この編み方がハマっちゃって、さて、この V を取って、裏も V を取っていってて、こう、斜めになっていくんですね、左に。なんかそのやり方でも十分私はね、楽しかったんですけど、なんか教えていただいてね、なお楽しくなりましたね。本当ありがたいんですけど。ここもね、V 外してるんですよね。こういうところ。こんな感じで、1個目、2個目。
めちゃめちゃ可愛いですね。何回可愛いっていう。すっごいワクワクしますね、この糸。なんか全部私好みのなんか色って感じ。やっぱカラフルな色っていいですね。なんか私はもうモノトーンの色ばっかりだったんですけど、まあ、大好きだからね、そういうモノトーンの色に偏りがちだったんですけど、昔は。まあ、こういう色もね、こうやっていろいろやってみると、まあ、すごいなんか組み合わせとかもいっぱいできるしね、楽しいですね。って感じで2個ずつ入れていって、ここもね、裏はこの V のとこを外して V の右側を取っていってるって感じですね。で、この糸はもうできるだけ巻き込むんですよね、私は。こんな感じでやっていきます。で、まあ、ある程度のところまで行くと、まあ、立ち上がりをしていこうと思うんですけど、まあ、だいぶできると思うんですよね。まあ、でもどれぐらいにするか、まあ、ポーチって言ってもその斜め掛けポーチになるかもしれないし、ちょっと今はわからないんですけど、まあ、ある程度のところまで増やしていって、まあ、様子を見ながらですよね、あ、残りどれぐらいあるかなっていうの、まあ、そうやって見ていこうかなと思います。で、ここで分からないときはまた数えてもいいですね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 あれ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 11,12 入ってるから、まあ、ここでいいなっていうので、で、まあ、ここまでですね。で、次はこの入ってるところに入れるっていうので、次3段目、次はここ、表はこの V の中で、こうやって軽く押さえながら、裏はあのこの V の右側で、こうやって表のまんまこういう風に刺すと、そのまんまブスッといくんですよね、この V の中。これは私はやってて、これをね外します。で、3段目、1個2個から始まります、同じところ。で、この増やし方はまた上にリンクを貼っておくので、よかったら見てみてください。で、その増やし方でちょっと増やしていこうと思います。はい、大体のところまで編んできました。ちなみに 1,2,3 コマ編みして増し目、6コマ編みして増し目のところで終わってます。で、まだあるんですけど、まあ、立ち上がりの分も考えたら、まあ、そんなにはないのかなと思うので、もともとなので、ここから立ち上がりをしていこうかなと思ってるんですよね。で、なんかあの前、私が思うあの黄金比この増やしていき方やったんですけど、まあ、それも上にリンクを貼っておくので、よかったら見ていただきたいなと思うんですけど、まあ、それはあのそれとはまた別にちょっとやってみようかなと思ったのは、もうちょっとね緩やかにこう、そこあれもかなり緩やかになってるんですけど、まあ、なるのかなって思うようなことをちょっとやっていこうかなと思うんですよね。でもなんかそんな大したことじゃないんですけど、まあ、あれは1段ずつこう1個ずつ増やしていってたんですけど、増し目なしを。今回は、まあ、そこのこう広がっていく部分は全部増し目なし1段だけ挟んでいこうかなと思います。まあ、そういう風にすることでもうちょっと緩やかになるんじゃないかなと思うんですけどね。で、あとは増し目なしでずっと編んでいってみたいな感じにしようかなと思うんですよね。だからここ1段増し目なしでこう編んでいって、ね、まあ、増し目なしで編んでいく時も増やし目で編む時も全部こういう風に取っていきます。だから私はねちょっとまだ慣れてなくて、まあ、時間はかかっていくんですけど、まあでもこの編み方がめちゃくちゃ好きなので、まあ、やっちゃいますよね。まあ、こうやってこう一周増し目なしでやって、その次の段は増やし目で、また増し目なしでやってっていう感じにね、ずっとやっていこうと思います。ではやっていきます。はい、こんな感じで編んできました。で、ここで一玉終わりましたね。やっぱりそんなに慣れないですね。まあ、だいたい大きさが、どうやって測ろうどうやって測ろう、まあ、直径にしときますかね。直径21センチ、あれですかね、なんか手のひらに乗せてどうっていう方が分かりやすいかな。これぐらい、ほんとちょびっとですね。可愛いからしょうがないですねでね、なんか
何ですかね、この途中のものがあったのでそれも買い足しに行きたいなと思ってたし、でここに来た時に、まあ、そのついでにこれも買ってこようと思って今回は2玉買ってきました。まあロットは違うかもしれないんですけど、まあいけるかなと思うので、まあちょっと足していこうと思います。まあ、こんな感じで出してきて、やっぱりねちょっとなんですけど、まあ少なくてもね可愛いから買っちゃいますよね。これはこんな感じ。この段は増し目なしで編んでいってるので、こういう風にね増し目なしでこういつもの感じで、あんまちょっと編めないと思って、でここで入れようかなと思います。まあね100均の糸と言ってもやっぱり無駄にしたくないので、右まで、これぐらい余らしてからいつもこうやってね繋いだりとかしていってます。まあ、そんな変わらないと思うんですけどね。まあ、結構なんでギリギリでやってるかっていうと、やっぱり一番最後ちょっとだけ足りないとかなった時に、ああここでもうちょっと編んどけばよかったなとかねまあ後悔しないことをするために。だって細編み、でもここからは普通にね今まで通りやっていくんですけど、まあ今回も1本ずつ巻き込んでいこうかなと思います。ここでね切れてるのはこういう結び目があったんで、まあこうやって1本1本巻き込んで、ここも巻き込んで編んでいってますね。まあもうカットしときます。でまあどっちでもいいんですけど、まあ、1本巻き込んで、で次の段でまた1本巻き込んでしようかなと思います。まあ、ここもそんなに響かせたくないので、まあ割とこういうことしますかね。私一本ずつ巻き込んでっていう、これをやることでねなんか後ろボコってなんかここ巻き込んだなみたいな感じにならないので、こんな感じで、まあこれもある程度ギリギリまで巻き込んでいきます。私はまあ心配性なんで、こんな感じでね。ああ今回もねこれずっと最後まで同じように1段ずつ入れていってるんですよね、増し目なし。なのでまあすごいややこしくなると思うし、説明がちょっとこう口頭で言うのはちょっと難しいかなと思うので、一番最後にレシピをお出ししていこうかなと思います。ああ頑張って書いてみますまあなんか私流の書き方にはなるんですけど、よかったら見てみてください。ではね増やしていこうと思います。こうやってスーッとやっていこうと思います。はい、ちなみになんですけど、まだ途中なんですけど、ここはずっとねこのままいったらピンクがバシッとこう縦にいってたんですよね。で次オレンジも、まあ、この辺まで編んでて、でオレンジもここにちょうど来て、青もこうやって線で出ていったんですね。でこういうところもね本当はずらしていってたらよかったんですけど、まあ全然まあ普通にいけるわと思って、この辺がね普通にバラバラってなってるから、まあ、こういうのが理想なんですよね。でもやっぱりこういう段染めってこうやって縦に来たりとかする場合もあるわけですよね。だから私はねなんかもうもったいないんですけど、糸さっきあれだけねつなげるときにちょびっとしか残しませんみたいなこと言っときながら、まあ、もったいないことをするんですけど、ここのピンクのとこがね次来るって思ったらこれを飛ばして、まあ、私はねこうやってバシッと上に行くのが嫌で、まあ、それも好みだと思うんですけど、まあ、こういう風にね次、まあ、ベージュだったらいいかなって思うので、ここでねまあ一回こうやって入れてここで合わせた方がいいかなと思います。こうやってね合わせて、でピンクじゃなくてベージュこれでちょっとね巻き込んで、まあ一周っていうか一回巻き込んでこうしますね。でここでまあさっきみたいに一本ずつ巻き込んでやっていくだけなんですけど、まあこうやってね一本残して一本巻き込んでこういう風に編んでいきます。まあ、こうやってね、まあ、バシッと上に連続で来る場合はこうやっていつもやってます。
まあ、たまに夢中でね、まあ、この辺とかも夢中で編んでたから忘れてるんですけど、この辺とかもねもっとずらせばよかったなって思うんですけど、まあもうめちゃめちゃほどかなきゃいけないし、私はこの編み方はね今のところまだまだね時間かかるから、まあ、ほどきたくないなと思って、で気づいたところだけこういう風にねやっていこうと思ってやってるわけですね。って感じで、でもあそっか、レンジャーもこの辺に来たからもういけるなって感じで、だからね結構ビクビクしながらやってたりとかするんですけど、なんか重ならないかなみたいな、まあ気にならない方は全然気にならないと思うんですけど、まあ、私は結構気になっちゃうんで、オパール毛糸とかもこういう風にやったりするんですね。めっちゃもったいないですよね。そうなんですよね、なんかああいうつなげるところとかはもうめちゃめちゃケチケチしてるんですけど、まあこういうところとかちょっと譲れなくて、まあやっちゃいますね。まあこんな感じで私はやってっていう感じで、まあ私はですよね、こういう風にやってるっていうことをお伝えしたいなと思ってでこうやって一周回ってきて、ずっとぐるっと回ってきたところで、また次の段でここを巻き込んで、今みたいに巻き込んでやっていって、まあ結局はここでカットするんですけどね、まあ一応このまま巻き込んでやっていこうかなと思っています。まあね、まあ、ずっとこれやっていこうかなと思います。でもう一玉あるんですけど、もう一玉もうやっていくかちょっと今のところわからないんですけど、まあちょっと様子を見ながらやっていこうと思います。こういう風に何回か見ながらねやっていこうと思いますね。こんな感じで2玉目ここで終わりました。まあちょっとずつちょっとずつしかできないんですけど、なので3玉目ここでつなげようかなと思います。まあこういう風につなげてる時にだいたいこうやって見ていってもいいですね。次ピンク来るなとか、まあピンク来ますよねあ、でもここでなっていくから、まあ、ピンクはこの辺に来るからいいかなって、この辺に来るとしたら緑がここでみたいな、ある程度見ておくといいかなと思いますね。まあでも結局はわからないんでね、やってみないとまあ私はですよね、私はそういう風になんかやりたくないから、縦につながりたくないからそういう風に考えるんですけど、こんな感じでドキドキするんですよねまあピンクがここに来るでしょみたいな感じでね、で緑がここでみたいな、だから大丈夫だなと思うのでこのままやっていこうと思うんですね。で1本巻き込んで、まあ2本巻き込んでもいいと思うんですけど、まあ2本やっていきましょうか。まあ結局自分が良ければ全て良しなんで、何でもあんまり変わらないですかね。まあこれでちょっとやっていこうかなと思います。ある程度のところまでこうやって、でこういうところがピッて出たら、まあ結局切ってないんですよね、さっきの輪っかになってる部分、こういうピッてなってるところは、まあここも巻き込んでいこうかみたいな感じでね、出来上がりが綺麗かったらもう全て良しなんで、まあ、こうやって引っかかってくれてるからね、これが一番なんだろう、パチパチって切るより切ったらもうここで出ちゃうじゃないですか2本。まあちょっとここは緩んだりきつくなったりでピヨンって出たりとかするけど、こういう風に輪っかにしてると、まあこっちの方が丈夫なのかなって思っても見たりするんですけどね。まあいろいろやってみて、まあ私もなんかこっちが良かったな、あっちが悪かったなみたいな感じで探りながらやってはいるんですけどね。まあでも大体この輪っかで留めてる方がいいかなって、まあ、たくさんやってきて思うんで、まあこういう風に輪っかで残していく方がいいかなって思います。一回ここで巻き込んでいって、でもなんかさっきみたいにちょろっと残ってたら、まあその次の段でまた巻き込んでいこうかなみたいな感じでやってますなんかめんどくさいですかねこれは。まあこういう風に、まあほとんどの方はもうこのままずっとやっていかれると思うんですけど、まあ私はここ気になるんでやってるだけなんで、まあこんな感じでちょっとやっていこうと思います。はい、こんな感じで編んできました。でちょっと書いてみたんですね。
まあいつもと同じなんですけど、こうやって増やし目してきて、ずっとで6増し目12細編み増し目12細編み増し目で回ってます。で終わってるっていうのも、この間で増し目なしを全部挟んでいってるんですね。まあ、それも書こうと思ったんですけど、余計ややこしくなるかなと思ったので、まあ、この間で全部入れていってるだけで、1段だけですね、1段だけ入れました。で一番最後は6増し目12増し目のところで終わってて、そこから、まあ、ここはちなみにそうなんですけど、6細編み増し目で、でその次から増し目なしで17段編んでます。でここでどうしようかなと思って、まあ、ボタンとかでも可愛いかなと思ったんですけど、まあ、今回も大好きなファスナーポーチファスナーをねつけていこうと思ってるんですね。でこれはもう見てお分かりの通り、ファスナーの方が全然短いんですよね。だからまあそれもね、何回かやってるんですけど、まあ、こういう風にね、こっちとこっち別々に縫い付けて、で後でこうかがろうかなと思っています。こんな感じで、でまたね、いつもと同じように斜め掛けをちょっと作っていきたいので、まあ、これにね紐をつけてやっていこうと思うんですね。でまあこのまんま終わると、あと何目か何段か編めると思うんですけど、この紐の分欲しいので、まあ、逆算していつものように、まあ、私のいつものようにこうやってね、こっちから、まあ、そうですね、今までは8段で編んでたんですけど、まあ、この毛糸の指定通り7号でちょっと編んでいこうかなと思います。でその紐の編み方は、この付け方も言ってるんですけど、上にリンクを貼っておくので、よかったら見てみてください。ではこの紐を作っていくところまでやっていこうと思います。こんな感じでちょっと編んでみたんですけど、まあ太いかなと思ったので、まあ5号でちょっとやってみようかなと思います。ちょっとやりにくいかもしれないんですけど、きつめでちょっと細めでやりたいので、まあ、それか4号か、まあ、どっちか、まあ、5号でやっていきましょうかね。ちょっと5号でやっていこうと思います。まあ、ちなみにこんな感じでねやって、ちょっと長く残しておきます。でこう鎖編みっていうか、これしてから1、2、3編んで、でここにこう引っ掛けて、その隣も引っ掛けます。でこれをねこう束ねて、で1個目、でこの2個目のとこでこのね輪っかをかけるんですね。こうやってやって、でここちゃんと持っといて、でここ細編み、細編みじゃない、こうやってくぐらして、でその一番最後もここくぐらせていって、ね、細かったらちょっとやりにくいですかね。まあ5号が限界かなって私は思うんですけど、でこうやって、ここもねこうスポッてなっちゃうから、こうしっかり押さえといて、ここもねくぐらせて、この繰り返しなんですね。ちなみに、でこうしてこう、こんな感じで、こここうやって紐を作っていこうと思います。まあさっきからしたら全然細いので、これでちょっとやっていこうかなと思います。なので結構果てしなく編まなきゃだと思うんですけど、まあ、ちょっとやっていこうと思います。でこんな感じで紐を作ってきました。でいつものようにまあ測っていこうかなと思うんですけど、まあ、ここからいつも測ってるんですよね。ちょっとねこれは測って意味があるのかちょっと分からないんですけど、だいたいこう伸ばさないように測って、こうここで60センチ、1メートルとまあ19センチぐらいですかね。なんか測って意味ないかなって思うのが、こう伸びるんですよね。でまあその伸び方によって、まあ、
何センチぐらい編むとかいうのも全然変わってくると思うんですね。まあ糸の種類とかで伸び具合が違うと思うので、だからその都度こう測ってみられるといいかなと思います。まあ、私はちなみに、まあ、こういう風にねこう編み進めていって、まあ、大体これが真ん中ぐらいかなって思うところにこう持ってみて、で型からここを型にしてね、でこうかけてみて、でちょっと伸ばした状態で、まあ、物が入ったらこういう状態なんで、伸ばした状態でここぐらいの長さかなっていうところで真ん中を決めてます。で真ん中を決まったらあとはもう一つ同じ長さで編めばいいので、まあ大体ですよね。まあこれもちょっと長かったりするんですけど、だから若干長めにはできてるんですけどね。まあこういった感じで、で逆算してもう糸はこの紐は取ったんで、あと残った分で1段とで2段目を編もうと思ったんですけど、まああとこれだけじゃこのここまで編めないので、まあ、ほどこうかなってちょっと考えてたところなんですよね。まあ、ほどくんですけど、でね、でもちょっとねやってみないとやっぱりねどこまで編めるかっていうのが分からなくて、まあ、結構ねこうやって糸がまとまって残ってるんで、まあ、とりあえずね、まあ、ほどくことになっても編んでいくんですね。でも、まあここが終わりなのにこの辺で終わってもうほどくこともあるんですね。まあそれはもうしょうがないなっていう感じで、でこのねここはね一番最後と最初の境目にしてるんです私は。これもなんかこう編んでいってる時に一回一回こうやってつけていくのが面倒なので、こうやって印をつけてるんですね。ここが最初でここが最後っていうので、でここまでほどいて感じで、でここで終わっていこうと思います。まあ、もったいないんですけどねこれ。でも後でここでかがるときにまた糸がいるので、まあ、その分に使っていこうかなと思います。でここが一番最後で、で最初のところに入れるんですけど、まあ、ここもいろんなことやってみて、まあ、ここを飛ばしてここに引き抜きをしようかなと思います今回は。で引き抜いてこんな感じ、これがね一番自然にこう入っていくかなと思うんですけど、でパチンとしてシュッと抜いて、ここでこうした時に自然に行くところどこかなっていうので、まあここかなそこだと思うのでちょっとねこう入れてみるんですよね。間違ったらまた変えようかなみたいな感じ。それでまあいけるなと思うのでまた出てきたところに変えて、で裏に糸始末して終わりにします。こんな感じで、でもこうしっかり止まってくれるからいいですね。糸始末がすごい楽です。めっちゃ可愛いし糸始末も楽にできて最高ですね。これはめちゃくちゃ可愛いですね。3玉使いましたね結局。ここもギリギリで全部カットしてパチンと全部カットしていきます。もう全部巻き込んでるんでですね。で巻き込んでる時にまあそのカットする前にこう軽く引っ張ってみるといいかなって思います。中で緩んでることがあるので、まあ、私は全部引っ張ってるんで、まあ、パチパチって切ったんですけどねさっき。でここで、まあ、ファスナーをつけていこうと思います。でファスナーつけていくんですけど、ここがもう決まってるんでこう一回とりあえず見てみるんですよね。で今回は、まあ、ここを見た時にいい感じでなってるんでこのまま行こうかなってなるんですね。なのでまあとりあえずここと、まあ、この辺はもういらないんでこうやって取ってここだなっていう感じで、まあ、ここはねちょっと邪魔になるかもしれないのでこの辺につけます。
これでファスナーをつけていこうと思うんですね。でこれもねちょっと間がねすごい両方開くから同じぐらいにしたいなとか思ったりするんですけど、まあ今回はねこういうふうにまっすぐ上がっていってるから、まあ、多少こうずれてもまあそんなにもここは変わらないと思うので、まあそんなになんていうんですかね、まあぴったりにいけばいいんですけどね、そんなにここじゃないとダメみたいな感じしたらなかなか進まないので、だいたいこうやって置いてみますよね。でこの辺から始まって、まあこういうマーカーをつけておくといいかもしれないですね。この金具のところここっていう感じでね、まあ、だいたいでこっちもこういう風にねこう見た時にまあこれぐらいかなっていうところ、まあ同じぐらいなのでこの辺かなっていうのでここにつけて、まあ、目安にしてもいいかなって思います。でこの間をね何目あるかっていうのを数えて、向こうも同じ 目数でこうファスナーつけるといい感じに前つけれたので、まあ、一応こう数えて向こうも同じように数えてつけていこうかなと思います。じゃあこの緩みとかも全部一緒になると思うのでこうやってつけていこうと思います。ではやっていきます。あ、ファスナーの付け方は上にリンクを貼っておくのでよかったら見てみてください。ではつけていきます。こんな感じで片方をこうつけてきましたね。で片方つけてからこっち決めてもいいかなと思います。まあ、私はまあこういう風にね何もつけてない状態でこういう風にこっちと同じ目数をこう数えて、だいたいこういう風にマーカーをつけて見てるんですけど、まあここでつけた方が確実かなと思いました。一回つけてからこっちを決める。こうやってねこの金具のところを見てだいたい同じぐらいに空いてるかなっていうところで始めますね。こんな感じで決めます。でファスナーをこう開けてまあこれぐらいかなっていうところでこう見て、またここからつけていこうと思います。ではやっていきます。はい、こんな感じでファスナーこっちもつけてきました。で一番最後ここ返してやって、で終わる時は、まあ、こっちのね糸をこう向こう側に、この糸より向こう側にやって、でこれをまたいでこう止めると綺麗にいったので、こういう風にやるといいかなと思います。まあいろいろ終わり方があると思うんですけど、こうやってねまたぐとここで止まってくれるんで、グッと綺麗ですよね。こういう風にした方が、まあいろいろやり方はあると思うんですけど、でここでこう玉止めをして、まあこういうところに見えないところにくぐらせてこう終わりにします。でカットして、でまあ使うかもしれないしこうやって玉止めしておいてきます。これでちょっと様子見ますね。で大体、まあ大体ですよね、まあ同じぐらいかなって思うのでこれでいこうってなって、でこっちとこっちをね今からかかっていこうと思うんですよね。こういう風にこのままだとちょっとかっこ悪いので、まあ、これも今まで何回かやってるんですけど、まあまたお伝えしておくと、ここですね。でここでね、まあ、こっちはもうこのまんまこうかがるだけにしようと思うんですよね。こうこれだけ余ってて、でこれをこうとじ針に通して、まあ本当にかがっていくだけなんですけど、まあ中側から通ってこうね締めたいところ、だいたいここぐらいで締めたいなって思うところをちょっと見ておいて、まあ金具からちょっと下がったところぐらいでいいと思うんですけど、まあこっちと、でこうここのね細編みの頭を拾ってますね。でここの平行反対側ですね、反対側のここだなってなるから、ここを上から刺そうかなと思います。でここで一回くくっとこうかなと思います。
まあこれもある程度切ってる方がやりやすいですね。まあだいたいちょっと長めに。でここでこう作っておこうかなと思います。グッとで隠れてるかちょっと確かめて、まあ何回か2回まあ3回ぐらいくくっていきましょうかね。こんな感じで、でまあこのまんまこういう風にこうかがっていってもいいと思うんですけどね。なんかいつも表返して表をこうかがっていってるんですね。でも今日はちょっと裏返しでやってみようかなと思います。まあいろんなことをやってみていいのをちょっと続けていこうかなって感じなんですよね。ここの山と向こうの山を拾うっていうことをしていこうかなと思います。まあ簡単にやっていこうかなと思います。でその次の山と次の山、こんな感じでね。で次の山と次の山、あらでここは最後、次の山と次の山、まあ、こんな感じで、で最後は何回かこうやっとこうかなと思います。でここで、まあ、そうですね、糸始末、まあ、返しでやったりとかして、まあ、表に出ないようにって感じですね。でまた返したりとかして止めとこうかなと思います。これちょっと表返して見てみますね。であともここは糸始末ですね。どうですかね。まあこっちもいいかなと思いますね。ここはやっぱ止めてる方がいいのかな止めてる方が綺麗ですね。いけるかな。あ、いけますね。こんな感じで、ここもちゃんとこうやって持てるからいいですね。ファスナーこうやって引っ張るとき、やっぱり引っ張れるところがある方が使いやすいのかなと思うんで、こんな感じで。こっちも止めていこうと思うんですけど、こっちはね、ここみたいにこう2つ一緒になってないから、まあ、ここはここでね、レース糸で私はこれを止めてたんですけど、ファスナー止めてたんで、この余りで、まあ、止めていこうと思うんですね。でこういう風に止めたくて、こうした時にこうですよね。こう止めたいんですけど、やっぱりこっちも糸出したくないから、こっちから入ってまた裏に戻って裏でくくるみたいなことをしたいんですよ。でもちょっとね、ここを近づけると、まあこの表に出てきちゃうかなと思うので、ちょっと遠く、あ、そうですね、だいたい1センチぐらい、まあいつも同じことをしているのかもわからないんですけど、今日はですね、今日はってことですね。こんな感じで裏をやって、それもね、いろいろやってみて自分のこれっていうのをね、確かめていきたいっていうかでこう金具を合わせたところで、まあ、大体同じぐらいのとこにまた上から針を刺してこうね止めて、大体ここまっすぐ行ってるところに針を刺して、で裏でくくります。でグッとね、こんな感じで、でもう一回くくって、でまたくくっとこうかな3回ぐらいくくっとこうかな、こんな感じですね。でまあこのここに出てきたくないので、ここでパチンとすると、このパチンとして短くカットしたものが
表に出てきちゃったら嫌なので、こうね、ここで後ろに持っていっとこうかなと思って、まあ裏見た時はこう糸が出てる状態にはなるから、まあ、どうなのかわからないんですけど、でここでカットして、でこっちも同じことします。今回はですね、その時その時で考えてることが違うからで、またここもね、こう感じでやっとこうかなと思います。でパチンとしたら、こう持ってきた時に、まあここに上からこう糸が出てこないなっていう感じで、でこれもさっきもこう裏で閉じていったので、こっちも裏から閉じていこうかなみたいな感じ、こうやってね。でさっきの余ってる糸まだあるので、それでまたさっきみたいに、このギリギリのところですよね、ギリギリのところを見て、こうかなーっていう感じ。この細編みの頭と細編みの頭、まあ、ここかなっていうのを確かめてもいいですよね。こうやった時にまあ同じぐらいかなって思うので、でちょっとねこの取り忘れてるっていうかあるんで、こういうのがちょっと汚くなっちゃうので、こうやって引っ掛けてちゃんと、でこっちももう一回やりますね。でここでこうくくってグッとして、ここも3回ぐらい結んでおこうかなと思います。まあ、これだけでも安心なんで。でさっきも裏でかがっていたので、今回も裏でかがろうかなっていう感じで、ここ入れたので次ここですね、ここと次のここで、次ここと向こうで、またその隣と、またその隣、こんな感じにしとこうかなと思います。でさっきのように最後はこう何回かやって、でまたさっきみたいにこう糸始末しながら、また返しみたいなことをして帰って、これも手前浅くすくってますね、表に出ないように。本当は一回か確かめた方がいいと思うんですけど、まあ、大体感覚でいけるかなと思うので、こういう風にやってますね。でパチンとカットして、でこっちとさっきのもう一つの分ですね、これを糸始末していきます。はい、こんな感じで糸始末してきました。こんな感じで、でここも気になるようだったらこう止めてもいいですね。でまあ、めっちゃね、私の理想の形になりましたね。なんか今までどうやってもならなかったんですけど、なんか一個ずつ変えることでこんなにこう、私の理想はこうまん丸なんですよね、半丸。これはなかなかね、いろいろやってみてならなかったんですけど、結局一段ずつやったら結構なんか可愛くなりましたね、私の理想になりました。なんかやっぱりね、増し目なしでドーンって上がるのも可愛いんですけど、まあ、こう斜め掛けバックにした時にね、ここをちょっとへっちゃがらせたいんですよね、こういう風に。こういうのが結構私は大好きで、でもなかなかこれができなかったんですよね。やっぱりね、いろいろやってみるとこういう風にできたりとかする場合もあるので、まあ、今回はちょっとやってみてよかったなと思います。でちなみに、まあ、こういう風に編んできて、この間全部、そうですね、ここは違いますね、ここまでですね、ここまでは増し目なしで、増し目なしでっていうかね、この間増し目なしでやってて、ここからですよね、増し目を一つずつやっていったのは、この間に全部増し目なしをやってます。なんか書き方がねちょっとわかんないですね、こ
こういうのを入れとくかな。本当にね、書き方がちょっと難しくて、こういうのをね入れてるところは増し目なし一段。なんかここ間違えやすいんですけど、ここに入れてるからここはなくて成功ですよね。わかるかなこれは伝わるかな。でこの次は増し目なし18段、結局17段だったんですけど、糸がまだ1段分あったんで18段になりましたね。まあ、今回やったレシピはこれで、で3玉使いましたね。はい、で8号で編みました。で紐は5号で編みましたね。で紐を、まあ、つけようと思うんですけど、こういうふうにねこうやってつけてもいいですね。こう大きくすくってできるかな。こんな感じでつけれるので。で私はなんでね D カンつけないかっていうと、まあ、これはねファスナーポーチ、この紐なしで使いたい場合もすっきり使えるなって思うので、まあ、あの D カンをつけなかったりするんですね。まあ、D カンつけて可愛い場合は、まあ、D カンつけるんですけど、まあ、こういう時と場合によって、まあ、結構使い分けたりとかしますね。こんな感じでもう十分可愛いですよね。これで、で、なんかね、紐、なんかちっちゃい子が使ったりとかする場合は、やっぱりこれ長かったりするんで、大人サイズで作ったんで。で、そういう時は、まあ、ここにね、ヘアゴムをぐっとね、結んでも可愛いと思うんですよね。こう、ぐっと。これぐらいいらないってなった時とか。まあ、そうやって調節されると、まあ、そうやって、型に持ってきたくないわって方は、この辺で、こういう風にねやってもいいと思うんですね。こう縛っても、じゃあここにねなんか可愛いヘアゴムとかつけてると可愛いと思うんですよね。まあいろいろアレンジができると思うので、これもいろいろ楽しめるんじゃないかなって思います。で結局サイズ一応測っておくと、ペタンとした状態で、いつも測るんでペタンとした状態で、まあ27センチで、深さをねこう膨らませようかな。いつもこういう風に測ってるんで、そこから深さが16センチですね。結構大きさがあるので、まあ長財布とかはちょっと形的に無理かもしれないんですけど、本当に結構入ると思うんですよね。でもで私はねこのこう置いた時にこの接着面っていうかね、この底の部分がこう浅いっていうか、なんて言うんだろう、この広くない、こうまるでドンってすくるとベチャってなって、この中もドンってなるんですけど、まあ、それも十分物が入るからいいんですけど、まあ、本当にこれがね理想の形なので、これからは結構これを使っていこうかなと思ってるんですね。っていう感じで、まあ、私は大満足する形でできました。まあいろいろこの増し目なしの段数を変えたりとかして、いろいろ遊んでみられるのも楽しいんじゃないかなって思いました。はい、こんな感じで可愛くできるので、ぜひ作ってみられてください。これも他の色とかあったんでやってみてください。今日も最後まで見てくださりありがとうございます。